特に収入に不満があるとか、お金の巡りが良くないと感じている人ほど、ここをピカピカに清潔にきれいに保ちましょう。皆さんこんにちは、スピリタリッチ山林です。今日もありがとうございます。今日は開運するために今すぐにキッチンに置いてほしいものについてお話をしたいと思います。実は場所から受ける影響ってすごく大きいんですけれども、そのことがですね、潜在意識的に皆さん分かっているから、神社仏閣なんかのパワースポットにもね、行かれるんじゃないかなと思うんですね。でも時間的に見てみると、家の外に出てパワースポットで過ごしている時間よりも自宅にいる時間の方が普段圧倒的に長いですよね。ということは、もちろんパワースポットに行くのもいいと思うんですけれども、普段から過ごしているお家の状態の方がそこに住んでいる人の運気や運勢に大きく影響してしまうということなんです。なので、せっかく遠くのパワースポットに行ったとしても、帰ってきたお家の運気の状態が良くないと効果が帳消しになってしまう可能性もあるんです。これはちょっと考えてみると気づくことではあるんですけれども、例えばですけど、いくら毎日1時間パワースポットと言われているところで過ごしたとしても、残りの23時間をゴミ屋敷で過ごしていたら運気が上がる感じってしないじゃないですか。そこまで極端な例も少ないかもしれませんけれども、でも普段から過ごす場所には人は大きく影響されているので、このチャンネルでは大切な物事の一つとして、今までもお家ネタは分かち合いしてきました。その中でも、家をパワースポットにするには玄関、キッチン、トイレが特に重要だっていうこと、これも今までの動画でお伝えしたんですけれども、今日はですね、このキッチンを整えることで家をパワースポットにする基本の考え方と、キッチンに置くと場が整う3つのものについてお伝えしていきたいと思います。キッチンは特に金運と健康運にとって重要な場所とされていますけれども、どうしてキッチンが重要なのかと言いますと、その理由は水を扱うということと火を扱うということが混在している場所だからなんですね。これ陰陽五行説の観点で言っても、水と火の気が重なると相克と言いまして、お互いのエネルギーが喧嘩して不安定な状態になってしまうと考えられていまして、できるだけ家の中に相克の関係を作らないことがお家をパワースポットにする上では大切です。例えばシンクや冷蔵庫は水の気で、電子レンジやコンロや IH などの加熱器具はヒノキなんですけれども、キッチンを整える基本的な考え方は、この2つの相反する気ができるだけ喧嘩しないような配置にすることなんですね。気のバランスを整えることで運気を不安定にする相克を改善することができます。相克を起こさない方法としては、冷蔵庫の上に電子レンジを置かないですとか、あとはコンロや IH などと冷蔵庫をひっつけすぎない、近づけすぎないということですね。こういったことが考えられると思います。で、もう一つキッチンを整えるために見逃せないのは、とにかく清潔を心がけることです。特にきれいにしておきたいところは、シンクとガスコンロまたは IH、 そして換気扇、この3つですね。まず1つ目のシンクについてなんですけれども、シンクは水の気を司っていて、金運に影響を与えやすいので、キッチン周りの中でも一番気をつけてほしいところです。水垢の汚れを落として、水道とシンク内はピカピカにして、水滴やホコリのないようにしておきましょう。特に排水口の臭いには気をつけてください。排水口の臭いが気になるときは、水回りの流れが滞っていて巡りが悪くなっているサインです。水の気は金運と直結していますので、水回りをきれいにしていないとやがてお金の巡りが悪くなって、さらにこの排水口から発生する邪気ですとか水気が家全体に広がって、その家に住んでいる人の運気を下げてしまうと考えられています。なので、排水口はこまめに掃除して臭いを防ぐということが大切です。あと、よくある三角コーナーですね。三角コーナーはいつもゴミがシンクに出ている状態を作り出してしまいますので、できれば置かないのが理想なんですけれども、どうしても置きたいという場合は、この三角コーナーの中のゴミもこまめに捨ててください。あとは、汚れた食器はためないことですね。すぐに洗い物は片付けてしまいましょう。洗い物が終わった後のシンクは必ず拭いて、水滴をきれいにすれば完璧です。特に収入に不満があるとか、お金の巡りが良くないと感じている人ほど、ここをピカピカに清潔にきれいに保ちましょう。2つ目のガスコンロですね。ガスコンロは火の気を司っていまして、健康運への影響が大きい場所です。これ IH も一緒ですね。特に油汚れは邪気を発生させるんですけど、さらなる邪気を呼び込んでもしまいますので、絶対に放置しないようにしましょう。そしてガスコンロの周辺に包丁などの刃物は置かないでいただきたいんですね。
包丁やキッチンバサミなどこういった刃物はコンロの近くに置くと、これも陰陽五行ですけれども、火克金という財運に悪影響を及ぼす関係性ができてしまいます。この火克金というのは火は金に勝つ、もっと言うと火が金を攻撃するという意味になります。このことから刃物類をガスコンロや IH の周辺に置くと金運や財運を溶かしてしまうと言われているんですね。刃物類はガスコンロから離れたところ、例えばシンクの下のドアポケットなんかに収納するようにしましょう。また刃物については出しっぱなしにすること自体が NG です。キッチンの空気が鋭い刃物のようになってしまって金運や財運をちょん切ってしまうというふうにも考えられています。そして3つ目の換気扇なんですけれども、換気扇は風の木でして、風水では風はご縁を司ります。そしてよどんだ空気を外に出して気の循環を作ってくれるというものなんですけれども、金運を司るキッチンにおいてご縁を司る換気扇というのはまさにお金とのご縁をつないでくれる大切なポイントなんですね。なので換気扇が汚れているとキッチンに邪気が溜まってしまって良縁ですとか人から巡ってくる金運も遠ざかってしまいます。特に油汚れを放っておくと金銭トラブルを招くとも言われていますので、換気扇も常にきれいな状態を心がけましょう。以上、キッチンの基本の整え方、1つ目シンク、2つ目がガスコンロまたは IH、 そして換気扇ですね。この3つはこまめに掃除をしていつもピカピカできれいな状態にしておくと、もともと整えるが難しいキッチンも運気がいい状態に保つことができます。それでは次にキッチンに置くといい影響があるものを3つお伝えしたいと思います。まず1つ目のキッチンに置くといいものは緑色のキッチンマットです。キッチンマットはキッチンのバランスを整えるにはすごくいいアイテムだと思うんですけれども、その中でも特にグリーン、緑色は燥黒の悪い影響を和らげてくれると考えられているんですね。明るめのパステルグリーンでもいいし、黄緑色とかミントグリーンなんかもいいと思います。白地にグリーンの模様が入っているようなもの、そういう明るい印象のものであればいいんじゃないかなと思います。素材に関してはいつも言っている通り天然素材のものがいいですね。逆に化学繊維を使用したキッチンマットはキッチンの気を乱してしまい健康運を下げる可能性があるとも言われていますので、避けた方が無難なのかなと思います。次に2つ目のキッチンに置くといいものは観葉植物です。キッチンに観葉植物を置くということはキッチンの強い火の気を和らげて優しいエネルギーの循環を作り出す効果があります。どの種類の観葉植物でも基本的には大丈夫なんですけれども、その中でもおすすめしたいのがペペロミアというものです。ペペロミアは風水では不幸を呼び込む邪気ですとか水気を沈める効果があるとされています。小さめのサイズなんでキッチンのスペースにもぴったりだと思います。最後3つ目のキッチンに置くといいものはカーテンです。これはキッチンに窓がある場合なんですけれども、風水学ではカーテンをかけていないとそこから金運が出ていくと考えられているんですね。カーテンは窓がある方角に合った色を取り入れるのも面白いと思います。方角別に合っている色は北がミントグリーンや白、東がグリーン系全般、南がライムグリーンなど明るい緑、そして西に窓がある場合は黄色か茶色、こちらを参考にしてカーテンを選んでみてください。光を完全には遮らない透け感のある軽やかな素材のものが特におすすめです。今日は風水におけるキッチンの基本とキッチンに置くとさらにお家の運気が上がる3つのアイテムについてお伝えさせていただきました。いかがでしたでしょうか。キッチンは整えるのが難しい場所でもあるんですけれども、少しでも整えていただいて運気アップにお役立ていただければ嬉しいです。では今日の動画が役に立ちそう、面白かったと思われた方はぜひいいね、そしてチャンネル登録もお願いいたします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ3人がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。